小桂戦争は1929年3月から6月までの間に中華民国国民政府内部での新公正派軍閥と小解石の勢力との間で行われた内戦である。1927年末の年間分裂中に新公正派は国民政府内部の使用権力を奪取し、同時に王朝明と小解石の排斥に成功した。さらに、 年間戦争で、武漢方面の小海石廃下、統制地を破り、統制地の部隊を編入し、湖南国北を掌握し、勢力を拡大した。しかし小海石はすぐに、公衆馬力事兵を利用し復帰することに成功し、新興正派の発展は挫折することになった。1928年、国民政府は北伐を開始し、小解石新興正派、遠釈山。 兵玉省の4大派閥連合軍40万が北上し、河北の奪取に成功した。さらに張作林爆殺事件により、張作林が死亡し、国民政府の勝利が促進された。これにより、張学良が率いる東北軍が12月29日に東北駅市を行い、国民政府に服し、国民政府は形式上全国を統一した。新高生派はこの北伐中に、 下北で勢力を拡大した国民政府の全国統一の後であっても、四大軍閥それぞれ、数十万の兵を要し、数章にまたがる地盤二軍を駐留させていた。国民政府は、旧軍閥の兵力削減を意図し、小解析の主導のもとに、北閥官僚後ただちに、前後編使い会議を召集した。この時の新構成派の勢力範囲は、後世湖南 古北及び下北の山海間から、天津一帯で、国民革命軍第四集団軍の名称で十六個軍と六個の、独立士団、兵力、約二十万を要していた。新高生派の主力理想人は、第四集団軍総司令及び、武漢政治分解主席に就任していた。関東は、利渡る信が支配していて、長期にわたり新高生派の政治的名誉として、信頼されていて、 新構成派の実力は、強大なものであった。しかし、小介石も第一集団軍所属の部隊二十数、万を有し、江南の浮遊地帯を支配し、合わせて自ら国政と軍の狩領についていて、政治的優勢は、明らかだった。遠尺山引きいる第三集団軍も三世、河北北部と北京天津の領子を支配していて、さらに、標玉省の第二集団軍は、 西北、河南などを支配し、兵力は多く30万に達し、各派のうち兵力で最も強力なものであった。1929年初めの変遣い会議で、四大軍閥は政治的利益を獲得するために、自派の縮小を少なくすることを望んだ。前後変遣い会議の決議は各軍をできるだけ、速やかに死に縮み変し、四派が、 約10万人前後の兵力を等しく保持するというものであった。各派の前後編使い会議での政治闘争はまた対立の激化を引き起こした。しかし、各派は会議後次々と会議の議決に基づき部隊の整理を開始した。小桂戦争の直接原因は小案であった。1928年初め新興成派は国民政府の後に 湖南省を支配するため、湖南省政府議長の提選を軟禁し、何、鍵、ロキヨムダイラを、湖南省主席に任命した。しかし、どう、何の両者の関係は悪かった。1929年2月、ロキヨムダイラは、紹介席に加わり、紹介席は、ロキヨムダイラの部隊に、武器弾薬を援助した。これに対し、何鍵は直ちに、 武漢政治分解に報告を挙げた。2月21日、新構成派の軍幹部の夏を脅し、小僧宅、はキラは、狩領の理想人の同意を得ず、また、花井次席の白、高敷とも協議もないまま、直ちに、ロキオムダイラのすべての職を解任することを、武漢政治分解名義で中央に発信し、発表した。同日、夏岳、ハキの両名は軍を率いて、 調査に入り、ロキオムダイラの部隊を武装解除した。ロキオムダイラは調査を離れるよう迫られた。理想人は国民政府中央の職務についていたため、家族と共に南京に住んでいた。理想人はこの件を聞き、自身の安全を懸念して、直ちに南京を離れ、上海共同疎開に避難した。小解石と理想人は直ちに電報での 論戦を展開し、対立が拡大した。小介席は、各地の政治分解は、管区内の特定の人員の任命をしてはならない。という中央政治会議の決議に新興政派が違反したとして、軍隊を集め新興政派を攻撃する準備を行った。3月、公衆政治分解主席で、新興政派の政治的名誉の利渡る信は、 小解析と新興正派間の対立を調停するため、南京に北上した。しかし、李渡る信は、小解析に交流され、越景軍艦部陳渡ると、陳明クルルは投降したため、越勝ら政治連盟は分解した。3月21日、李宗人、白、高敷、李渡る信のべての職務の解任と新興正派の、武力討伐準備を、 国民政府は声明で発表した。表局省、炎尺さんの両派は中立を保ち形成を見守る姿勢をとったため、新興生派は不利な状況に陥った。小介石と新興生派との対立が激化した後、河北に駐屯していた新興生派の部隊は白、高敷が指揮を取っていた。白、高敷の当初の計画では、第36軍をもって補填。 通羅ら線に沿って南下し、徐州にいたり、湖北の新興制派軍の南京攻略と歩調を合わせるというものであった。しかし、第36軍はもともとは、東西地の部隊であったので、小海石はこれを利用するため、東西地を日本から帰国させ、以前の河北に派遣した。東西地の旧部隊への影響力は大きかったため、白、高敷は、 第36軍に対して制御できなくなり、やむを得ず恩密裏に、東山へ行き、船で河北を脱出した。第36軍軍長、高成績の軍艦領来も、東西地が河北に到着した後に自ら辞職した。このことにより、河北の新高成派の軍で、多くの高成績の軍艦が辞職し難化することになった。小桂戦争はこの段階では、 まだ正式には発生していなかったが、河北の新構成派はすでに破解していた。このため、白、高敷は、香港に脱出することとなった。理想人、白、高敷は、交通事情が原因となって、武漢に戻れず、新構成派の部隊を指揮する方法がなくなった。また、高渉は、高生で留守を守ってたので北上できなかった。このような情勢から、 新構成派の部隊はそれぞれ配置のまま実質的な戦闘状態に入った。3月末、小解析は、龍蘇馬、シュマスノリの部隊を動員し、武漢進行の準備を始めた。それに続き、もともとは新構成派に属していた湖、南省政府議長の定戦が、突然、小解析についた。新構成派の内部では、小僧卓、夏武氏、東秘都氏と、リアキラズイ。 湯作柏らが対立していた。4月初め、リアキラズイ、ユサクカシ輝ヨウは、小解析と打ち合わせた後、内戦への不参加を宣言し、所属部隊を交代させた。これにより、新構成派の古北東部防衛戦に、隙間が生じてしまった。新構成派は、武漢放棄を迫られ、古北西部へ交代し主勢を取った。同じ頃、李宗人白 高敷は愛前後して香港に着き、広州から西へ向かい、広西に帰還し、広西の留守を守っていた交渉と面会した。しかし、古北の形成はすでに逆転できる形成ではなかった。4月11日、国民政府は新興正派軍隊に告げる書を発布し、新興正派の罪悪を列挙し、 合わせて新興正派軍の兵士に抵抗の放棄を呼びかけた。新興正派の兵士の心情は緩み、小そう夏武氏、東当日とし、はらは、別々に、紹介石と協力する交渉を行った。最後にはそれぞれ辞職し、出国した。古北の新興正派部隊は、紹介石の軍に収容され改編された。紹介石は直ちに部隊を集め構成進行の、 準備をし、合わせて、理想人、白、高敷にゲイアして出国することを勧告し、交渉には、後世でそのまま止まるのを認めた。ただし、リアキラズイ、湯作かしを、後世の主席とすることを条件とした。新高成派にとってこの内容が十分に過酷で、受け入れることができなかったので、部隊を動員し、迎撃戦の準備をした。5月5日、新高生派は、 森東急国軍の成立を宣言し、小解析討伐を発表した。同時に出撃を明らかにし、まず、関東を攻略し、関東の収入を奪って、経済を支え、同時に軍事的勝利をもって、政治的劣勢を転換させた。5月15日、北方の表玉省は新興制派と合同して、小解析を打つことを宣言し、小解析進行のため出兵した。 しかし、兵の敗下の石友さんは、反復と共に、兵への追随を放棄し、将に基準した。このため、兵玉将の作戦は失敗することとなった。5月中、新高生派の部隊は二手に分かれて、関東に進行し、関東派を破り、甲州城下まで前進した。将海石は湖南派、紀州派、雲南派等の部隊を集め、後世に進行し、 新高生派を牽制した。新高生派と関東派は白令地区で決戦を展開し、新高生派は敗れて、新高生派の関東進行作戦は失敗に終わった。また、北方の名優、兵玉将の失敗を知り、新高生派は後世に退却を迫られた。しかし同時に、慶林、竜州の戦の新高生派はたびたび湖南派、奇襲派、 雲南派党の部隊に勝利していた。小解析はすぐに、リ・アキラズイ。ユサクカは、ヨウ・トウ・アキラに所属する元新興制派軍を集め、関東に南下し、西の構成に進行した。リ・ユ・ヨウの部隊の戦闘力は強く、青切州を素早く攻略占領した。カツラ・ダイラの首相のイグモ・ショウは町を放棄した。新興制派はここまでで再度戦闘を行う力を、 失っていた。6月27日、リアキラ随所属の部隊は、南嶺に攻め入ったので、理想人、白、高敷、高渉の3人は下野し、国外に出た。新公正派勢力は敗れ、小解析は李明、リアキラ随。湯作歌氏は、洋藤明を、厚生省政府主席に任命した。小桂ら戦争は、小解析の全面的な勝利に終わった。 三ヶ月間の小桂戦争は小解石の勝利で終わった。年間戦争と第二次北伐から絶えず勢力を拡張してきた新興政派にとって深刻な打撃を受けることとなった。新興政派は根拠地の構成を含めすべての地盤を失ってしまった。保有していた軍事力も損失しほとんど尽きてしまった。新興政派の三人の主力理想人、白。 高敷、交渉は国外へ逃れることとなった。この戦いで、小解析は徹底的に新構成派の勢力を削いだが、李、白、木の三人はわずか半年後には再び後世を掌握した。しかし、新構成派の政治的影響力はすでに過去のようなものではなかった。新構成派の敗北は、協力賞、炎釈山の両派と、 小解析の間の対立を激化させた。そして、その後反省各派連合の中原大戦を引き起こした。リ・アキラズイ、ユサクカ氏は、ヨ東輝ウ・キの三人が、厚生省政府主席になった後、彼らは、政治的にはもともと左派系であったので、厚生に共産党の活動を引き入れた。このため、わずか二ヶ月後には、小解析は、厚生に出兵進行し、李 ユラを追放した。後世の政局は混乱に陥ることになった。理想人、白、高敷、交渉はこの機会に乗じ、後世への影響力を再び回復した。しかし、李、ユラの左派系政治の状況は、中国共産党が後世へ浸透することとなり、後世に共産党の根拠地ができることとなった。ありがとうございます。